フランスだ、フランス。めっちゃ強い。体が違うね。これ勝てないわ。体が違う。電車こっちだったはずだけどね。ホテルニューグランドに泊まって、今日は自転車持ってこない。並んでるわ。自転車預けに行かないと。自転車預けるの4時ちょうどはこんな混んじゃってるね、うん、もうちょっと後に来た方がいいかもしれない。5時ぐらいに来るか。寂しいね。明日はここを泳ぐか。もう綺麗じゃん、水透き通ってんここからちょっと入れないね、今日は。お、自転車置き始めてるね。だいぶゆっくりだね。超並んでるんだけど、でも私はなるべく置かないようにしてくれてる。みんな鍵つけてるから、一応鍵つけるけどね。ダイヤル式がいいよ。鍵忘れたらやばいからね。自転車の動線が変わったね。ここ前自転車動線じゃなかったよね。多分自転車出入りするんだね。こんな感じか。いいね。
かんわ。よし、今度、あとでさ、たっぷりさ、恥ずかしくない。いらないよ。じゃあ、取ってくるだけ。なんでそうだったの？なんでさ、なんでさ、なんでするの？取ってくるわ。風強そうだからタイヤホイールは細めで設定がね、よし、やろう。いや、ホテルニューグランドね、ちょっと今日はここに泊まって明日朝から大会です。すぐ会場の目の前に泊まれるからここはいいですね、ね、ルームサービスもね、まあ、コロナ禍なんであってなかなかねルームサービス高いですよ、ね、ジュースが1000円超えますからね。卵料理、オムレツとかね、朝食何時からだろう。ビーフステーキサンドイッチ2900円、牛フィレステーキ、これステーキ単品で5000円だね。やるね。シャンパン、赤ワイン、でもこんな飲めないからね。除菌スプレーもあるんだ。除菌スプレー持ち帰っていいんだね。いや、老舗だからね。まあ、ここで今日は一人で寝ますね。いい。ここは一体なんだろう。あ、テレビね。テレビね。はいはい。ほほほほ。これね、これ。これはね、大事です、これ。あのね、これ持ち帰っていいんですよ。大事。トライアスロンでね、履いていくんですよ。靴預けた後、履くスリッパです。だから、そろそろ寝ます。8時過ぎには寝ます。おにぎりね。おにぎり1個。いや、なかなかいい天気じゃないかね、今日は雨って言ったけど曇りか雨。今5時過ぎ。大丈夫だね、これできそうだね、海も穏やか、ちょっと風あるね。いい天気ですね。
体温チェックやね、うん、あーそっか、携帯で QR コード出さないといけないんだ。入れる大変やな。検温と QR コードだね。よし、よいしょ。ここ走る、いいね、走りやすそうだ。終わりました、今日は終わりましたよ。いやまだやってるよね、まだやってるね、うん、自転車漕いでますね。ね、みんな走ってる。いいホテルや、ここから見えるんだもん ね、まだ走ってる、みんな走ってる、隙間から見える。頑張れ、自分はもう終わったんでこれからお風呂入って帰ります。今11時半ぐらいですね。レイトチェックアウトなんで12時まで延長してます。準備しないと、まあ、いい感じで楽しかった。タイムは悪かったけどね、今回。でもそれでもいいや、今日は。ミスも多かったけどね。